今日最初の話は S 君と O 君という2人の釣り仲間が渓流釣りに出かけた時の話です。じゃあ俺ジュース買ってくるわ。俺も買ってきて。釣りの途中、喉が渇いた O 君は一人でジュースを買いに出かけた。そして O 君がジュースを買ってその場に戻ってみると、あれ30分経っても1時間経っても S 君は帰ってこない。 O 君はついにしびれを切らし、万が一のことがあってはいけないと地元の警察に届けた。だぞ。そして数時間後、 S 君は二度と帰らぬ人となって発見された。そんな、死因は溺死だった。泳ぎのうまいあいつがそんなに簡単に溺れ死んだはずありません。もっちゃん調べてください。O 君がしつこく食い下がると、担当の捜査員は、確かにただの溺死じゃないかもしれんが。え？何ですかこれ。断っとくが、この件に関しては警察としては一切コメントできないよ。捜査員が妙な約束をして彼に見せたものは、現場検証の時に撮った写真だった。これは、撮った時には異常なかったんだが、現像してみたらこうなってたんだ。そんな、これはもう我々にも何とも。結局 S 君の死はそのまま事故死として扱われました。そして捜査員がその後 O 君に漏らした話では、数年前その川に遊びに来ていた幼い兄弟が溺死した事故があったということです。